ついたついたついた、これ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 、ワトさんちとアイクさんちなのこれ、かもしれん、俺んちかな、はけてあげる、あー上にあったー、はい、こんにちは、こんばんは、赤髪クラフトだよっす、よーっす、大丈夫しんどい、ごめんなさい、心配になるから今回はね、ソーラさんが新しい拠点の設計図作ってくれたんで、それをちょっと見るのと、そこの場所をなんか動いてる、いろいろめっちゃ映りにくる、映りにくる、くるくる回ってるし、回る回る、何なんだあいつ拠点をね、新しく設計してくれたんで、それを見て、そこの建築予定地をちょっと簡単に整地するのと、地下の新しいバイオームあったんで見に行きたいと思います。はい、よっす、よっす、行くぞよっす。で、今回は影もっと切ってあるので、まあ、そこら辺で見やすさ、うん、影あった方がいいのか悪いのか、ちょっとコメントで教えてもらえればと思います。お願いします、お願いします。今回影なしでいきます。影なしね、はい。で、はい、早速ですけれども、今撮影前にワートさんと俺とソーラさんで地図をね埋めてきました。こちらどうぞ見てください、うん、そうなんだ、はい、バババンとバババン、見てこんな感じ、え、これ地図、こっち拠点の中、おーすごいすごい、森の洋館が、おめえが来んな映りたがりやろ、自己主張が来られちゃった、いいね、森の洋館があったんだ、普通にあったね、そうなんだ、それぐらいで、その今回バイオームはね、マングローブっていうのが追加されたから、それを見に行きたかったんだけど、がなかった、残念ながらなかったね、残念ながら何の成果も得られんかったね、あ、でも綺麗に埋めたんだね結構歩き回ったからね、1万は、そう、なんか雪率が高いね、雪が大変だったかな、でも、ね、もう死にそうになりながら、あるとしたらこの右側が近いかな、地図外出るのは、うん、まあこれどっちにしとこい、周りも埋めていくやろ、そうだね、うん、周り1マスずつはいつかやっていきたいだとは思うけど、じゃあそんな成果を発表しつつ、ソーラさんの設計図、うん、さっきソーラさんがチャットに打ってくれたんでね、ちょっとみんな見てください、これ PDF ね、見ていただければと思います、はい、それを見てください。なんかね、懐かしい感じのする拠点やったよ、そうだね、ね、屋根の色とかもこれでいくん、2種類の木だけで作るようにしました、作る、うん、赤くしたくない、いい、なんかやっぱ赤くしたくなっちゃうけどねえ、こういう拠点だね、でも半ブロック使ってるからな、これ傾斜変わるよな、あ、そっかそっか、うん、まあ最初の拠点だからこういう感じでいいんじゃない、ソーラさんが立ててくれて、うんうんうん、そうやね、懐かしさを思い出す、ね、程よいサイズですよ、ね、程よいサイズね、えこういうのも程よいでしょ、程よいもちろん部屋取り合戦をするんやろ、いや、やりたいね、なんかミニゲームで、じゃあ、うんね、はい、ここにそれを建てるんだって、その設計図のやつを、うん、なので多分ここにすっぽり埋まる感じなのかな、で地下へは出動が簡単みたいな、玄関がここがこうなんていうの、スライチになるわけです、はい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 、なんて難易度とかやな、結局16×7がいるってことか、うん、いるんだけど、結局ここにすっぽり入るように逆に計算してくれたから、そらさんが、あ、そうなん、うん、だけど16マスあるぞ、あるんだけど、ここがね、窓から見た景色が多分ここからだとこんな風になっちゃうからまたそこは整地しなきゃいけないってことね、うん、ここを今日ちょっと削りたいなっていうところ、うん、ここ削りましょう、あ、本当だ、16マスあるね、削るか、こうやって削る、はい、削りつつ話題を提供してください、提供してください、3、2、1、はい、はい、何排出、あの 手は特にみんなできるっていうことが分かったから悔しいだけ何手ってなんか手をツイートしたの、なんかこの手の動きができる人は選ばれし者だとかツイートしたけど、結局いろんな人ができて俺はただの人だったっていうのが分かったっていう、あーお疲れ様でございます、チャミンのあの足の動きは選ばれし者だな、
何足の動きって女の子座りしながら足前に出せるっしょ、グイーンって。あー出せる出せる。何女の子座りしながら。女の子座り分かる？バツさん分からない。あ分かんない、正座を崩した座り方。正座を崩した、あーあの横に開くやつ。そう、うん、あー足の背中にこうつけて、そうそうそう、正座みたいにする。できんな。それのまんまチャミン、あの足がバタフライナイフみたいに前に出ます。へえー、すごい。シャキンって出る。シャキンってそんなかっこいい音鳴るんだ。あれシャキンってなるんだ。音がすごくなくなっちゃった。足前出ないかもしれない。じゃあそろそろ近い行きます。はい、はい、整地はこれくらいで OK だと思う。あの拠点がここにドンと乗るとなるといいんじゃない。地下行くよ。地下に。地下なんか装備いる？地下装備はちょっとしといた方がいいかなとは思う。へえ。だから盾と剣ぐらいあればいいかな。防具までは。ではいるかな。盾はいると思うな。スケルトン強いから盾じゃ人数分作る俺。あ、ありがとうございます。ありがとう。鉄がないので盾がない。じゃあ俺が立ってるところに盾入れときます。はい。クミさん、じゃあ今回の遠征で死ななかったら。ダイヤを2つ進呈ね。ダイヤ兼用の。ここの地下がすごいことになる。いや残り時間でいけっかなこれ。いけるとこまで行こう。オッケー。大急ぎで。これいいねこの景色がね。ここです。水と量この下入っていきます。あーすごいね。危ない。石炭掘ってって松明持たないと。松明結構持っていとるよ俺。あさすが。ワト3が64ある。おいいね。私36ある。いいねいいねいいね。あーやばいよ俺か。よいしょ。影よいしょ。あーそうやばい。立て立て立て。ナイス。うんよいしょ。めっちゃ湧きつぶし。湧きつぶし。あちゃオッケー。立てあるから大丈夫さ。まだいるで。マジ後ろにいるよ。本当だ。ガード。うわガードでも9食らうこれ。やば。私残り1だわ。俺も1だわ。危な。よし危な。うわっうわっ。どうしたの。ガープネウシクリーパーが上から降ってきた。うわこっち側にも分岐しとるな。これさチャミ俺ここ水解放するわ。そうするとほら下に降りるから水で。あーオッケーオッケーオッケー。これで行こう。でもこっちも降りれるから。あマジ。あ本当だ。うん。はい来たよ。いつもの気持ち悪い土地がまたあるとそれやばいやん。ここあえて行かない方がいいんじゃないの。大丈夫。これ行くしかないんだよね。ベッド持ってるよ。ベッド作戦はもうあいつはもう無視です。多分あの白いブロックがそうなんで、あのほら光ってるやつ。うん壊してくる。壊しちゃった方が早いかもしれないね。あれが受信機なんだよね。周りにあれの発信機があって音立てるとその発信機から電波が出て受信機で受け取ってモンスターが出るみたいな感じ。壊しちゃえ壊しちゃえ。壊しちゃうのがいいかもしれないね。キモい。それダメやな俺そのやつ。いやこれダメな人結構いると思うわ。そのガッチャの後ろでモヤモヤしてるのは大丈夫なの。こいつでしょ。これがね発信機、うん、これがこうやって音出すとこれに反応すんの。あーじゃあ本体も潰せば大丈夫ってことね。そう大丈夫。そうこの周りになんかあのあいつが出てくるブロックがある。それは先に潰した方がいいかも。タスモフォビアじゃなくて何でしたっけ、あの集合体恐怖症の人は。あーいるだろうね。うんうん。あれそれ誰だ。クミか。あれだ。どうやって降りた。あ、ここつなが、あ、ここつながってるわ。ここ。あ、ここか。帰り道は。これ、キモすぎる。もうこのブロックしかないやん。すごいな、これ。気持ち悪いね。ねえ。クミさん、下降りるとき気をつけてね。もう降りらんない、ここから。とりあえず、後先考えずに降りてきたけど。水バケツある人いる？なーい。ない。くしゃくればかったね。こっちに俺階段作るわじゃあ。うん。あれ？どうした？迷った？これいやいやいや違う。こここの下のブロックさなんか違わん？ちょっと違わない土地来た？レンガがありますね。うん。おそこに行きたかったんだけどちょうど出れたかな。
ガミスイッチ。ソーラさんあたり結構すごいのしてくれそうな気がする。ソーラさんあたりいろいろどうしよう、ノープランでできんのかな。いけるって。うーん、じゃあそれで花火あげてよ。花火、花火なんてもう簡単ですよ。これでいいんだよ。こうでしょ、横で押すでしょ。うん、ティティッティティッティティッティッねえねえ、壁、ね、どうした。じゃあ壁が必要なのよ。うん、ティティッ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 ティリリリティティッティティッティリリ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 ティ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 。え、なんで？なんで？グダグダスイッチ。じゃあ分かって、じゃあこうすればいいだけだからね。届かないなら迎えに行けばいいんだから。はい。待って、わざとリピーターで送らせるわ。簡単だよーってドヤ顔で言ってたよね。簡単だって。最大遅延でちょっとね、あの。ちょっと余韻が、うん、のこら、こら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 、なんで発生させるの、まったく。ちょっとなんかこれ分岐したら楽しいかな。まず分岐は次のパートだから、ソーラさん。はい、いきますよ。止まる止まる。あ、いた。で、ででででででで、パーンってなんないけど。なんないね。なれや。でもすごいよこのラストダンジョン感。確かに、ほんと。あーやばい、あいつのブロック壊しちゃうわこれ。壊しちゃって。うわーやばい、やばいやばい、ま、壊した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 。まっちゃんさようなら。大丈夫大丈夫。あーでもまだいっぱいあるよ。でもデバフ食らったね。うん、嘘、その先にもある、いっぱいあるよ。ねえ、キモすぎる。わあ、違う、なんか様子足りない。火が、火柱立ってるよ。着いた、こっちまで降りてきてごらんなさいよ。どこよ、どこご覧さいよ。ここ、ここ、ここ着いた、着いた、着いた。これ、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 これこれが、あっち側見て、うん、なんかあるね。これがね、1.19 での目玉アップデート。古代都市っていう、エンシェントシティっていうのが地下に生成された。へえ。これの真上を拠点にしようと思って初期位置を選んだの、うん、これがその最初に言ったこの地の地すごいって言ったやつ。そうなんだ。拠点の真下にこのエンシェントシティがあるっていうのが、エンシェントシティっていうんだ。古代都市、ここはそのウォーデンの生まれるブロックがいっぱいある、うん、へー。だから基本はスニークする。了解、うん。で、この人工物あるじゃんよ、うん、人工物の廊下の部分はもしかしたらカーペットが敷いてあったんじゃないかな。カーペットの上は飛んでも跳ねても音なんないようになってる、マイクラは。へえ。今誰か物食べたけど、多分物を食べる音も中入ったらダメだと思う。あ、ごめんごめん、これも食べた今。あ、てかもうその手前、ね、その手前、そうだ、ウォーデンのブロックだ。ここもウォーデンのブロックだ。壊したらダメな。壊していい。壊そう。壊すときの音で出なければずっと壊しちゃえばいい。どれ、これこのクジラみたいなやつ、その右奥のトゲトゲしてるやつ。あ、これね。壊すよ。いいよ。あ、反応せんよ。周りに受信機がなければ。あ、終わったね、受信機あったね。オッケーオッケー、それでいいや。ウォーデン倒してもそんなうまみがない。ただここ守ってる人だから。なるほどね。これなんか明かりを置いてもダメ。松明置いた音で反応する。これ壊しちゃうわ。うん。うわあ！なんかコメントだったんだけど、4回に1回出るらしいから、まずこれが1回目の警告みたいな。へえ。でもドクンってならない。なった。あ、なった。2回目。2回目か、今のブロックでは1回目の反応か。あ、なるほどね。これ暗視つけないと何にも見えなくなるね。見えんな、真っ暗やね。暗視が必要か。まだ我々には早いか。早いかもしれんね。ただここにある宝箱はめちゃくちゃいいのが入ってる。へえ。例えば？
例えばなんかのレベル4とか3のエンチャントがついた剣とかツルハシとか防具とか。みんな見失った。そうだ、イリオアツさんの後ろ撤退した方が、なんかいつになく自分が死ぬとダイヤもらえないと思ってるからあの人は。あ、わざそこあれじゃない、カーペット地帯じゃない、ここ。あ、そうだ、うん、カーペット地帯は普通に歩いて足音出ない。本当だ、ここは走って大丈夫。モートさん色のカーペット壊しとこう。あそこになんか本棚みたいなやつがあるよ。大丈夫だった、ね、あの右上右上、本棚、本棚ゾーンみたいなやつがある。あ、そう、ここも俺がここを拠点に選んだ第二ポイント。何、本棚ゾーン。実はここはその古代の都市と地下遺跡がぶつかってるの、うん、すごいね。だからエンダードラゴン行きたくなったら拠点の下に行けばいいというワールドになっております。これやば、万能すぎるやん。選んでよかったでしょここね。えすごい。あ、ゆずけ、ちなみに新しいエンチャントが追加されて 1.19 から、このスニークした状態で速く歩けるのが追加されたエンチャントで、ブーツで、だからここ用だよねきっと。そうですよねきっとね、うん、宝物庫のところまで行きたいけどな。ここは普通に歩いてるでしょ、クミさん。カーペット用物の上はあれだな、アイスパイを耐性したよ。 あの地下遺跡に入ったってだけだね。あ、ここ、うん、その、ね、エンダードラゴンのいる。なるほどね。あっちにさ、炎、青い炎を焚いてあるじゃんよ。うん、多分あっちの方に宝箱あると思う。なぜか、あ、私も大丈夫だ。そこは何、この木の櫓みたいなやつ。そこ多分地下遺跡だと思うよ、いつもの。あー、合体しとったい。そうよそうよ、珍しいでしょ、これ、ね、きっと。なんか水色の羊毛の塊があるね。何あれ、ね、あ、青い羊毛だ。ワトさんちとアイクさんちなのこれ。かもしれん。俺んちかな。なんだ。あそこ水色の羊毛固まってるね。ね、塊になってるよね。あれ何なんだろう。ね、なんもないね。あ、あった宝箱。ある嘘。多分。こっちが。多分ね。こっちが。そうですね。そこ走って大丈夫だ。ないわ。ボーデンのブロックがここ周り今見た感じ。こっち側だ。この中に1個ある。どこどこどこ、多分ここ宝箱の近く。わさ、松明の音で反応するぞ。ここあるよ。嘘、本当だ。あのチェスト開ける音にも反応するから、周りにあれがないかチェックだね。まずない、ないっぽいよ。でもここ、あ、何もないね。あ、ここ、え、うん、フリーで開けられるやつ。開けた、開けた。あー、上にあった。壊したー、出てきた、壊したけど出た、まずい、出た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 、俺の後ろにいる。何もないので、そろそろレアイテム取った。はい、死んだー。すごい。え、2個もある。修繕ついてんの、いきなりこれ。泥棒を呼んで。まあ確かに活躍してたけど。